本日8月6日は日本人にとって忘れてはいけない日、忘れられない日です。えー、今からですね、76年前の1945年8月6日、午前8時15分にですね、広島市上空から原子爆弾リトルボーイがですね、投下されて、これによってですね、約12万人とも言われるですね、命が失われたと言われています。エノラゲイが見たかったんだよね。エノラゲイっていうのは、 日本に原爆を落とした、広島に原爆を落とした飛行機だ。で、もともとこれは、もうね、15年ぐらい前になるのかな、スミソニア博物館、いわゆるワシントンのホワイトハウスの近くにあるスミソニア博物館の本館に置かれる予定だったんだよね。で、ちゃんとこれまでモスポール保存っていうのをされてて、で、我々を平和に導いてくれた、平和の象徴としての飛行機として、エノラゲイを まあ、スミソニア博物館に入れようとしてたんだ。で、その時には、エノラベゲイでのパイロットとか、あと、原爆を落とすと判断した党の将軍とかの、まあ、功績を称えるプレートまで用意してたんだよ。で、当たり前だけども、在米日系人、つまり日本人の、まあ、2世、3世の人たちとか、あと、まあ、日本人たちが猛烈に攻撃したわけだよね。 ちょっといい加減にしよと、エノラゲイによって広島でどれぐらいの被害があったのか分かってんのかと。大体、原子爆弾の投下っていうのは人道的に問題があるじゃねえかというふうなことを言ったんだけども、まあ、ここがアメリカの庶民感覚との温度差がすごいんだよな。というのは、アメリカってその原子爆弾の投下に関しては、 なんだろうな。もちろん一部の有識者とかさ、意識高い人は別なんだけども、庶民感覚で言えばどっち、全然悪いことと思ってないんだよね。それは日本人差別でも何でもなくて、原爆を落とさなければ日本人は徹底的に戦ったに違いないっていう、その恐怖心があるわけだよ。っていうのは、あの、最後はやっぱり神風アタック、いわゆる特攻までして、自分の命を犠牲にして突っ込んでくる日本人に対して、すごい恐怖心があったと。で、 対ドイツ、対イタリア戦、第2、第3で言うと、それは早々と降伏してくれたし、例えばそのヒトラーも自分で自殺までして、で戦争が終わったわけじゃない。でも日本は全くドイツよりもひどい状態になってるのに、いくら都市部を爆撃しても、東京を空襲しても、大阪を空襲しても、いわゆる、本当に言えばこっちのが、あの、なんだろう、戦争犯罪なんだけども、一般市民に対して無差別爆撃やっても、 全く降伏してくれないと。こいつら一体どうなってんだと。ひょっとして俺らと差し違えるつもりなのかという恐怖心を抱いてたところに原子爆弾を投下して。で、その原子爆弾の投下によって軍部と天皇が戦争をやめるというのを決心して結局戦争を降伏をして戦争に幕が下りたわけだ。だから戦争が終わったというのはもうあのアメリカの本土ではものすごいハッピーなことなんだ。でも万歳になるんだと。で、当然アメリカに若い あの軍人たちが帰ってくると。いわゆる戦争に行った私たちの兄弟息子恋人が帰ってくるということでよくやったよくやったとついにあの世界をいわゆるなんだろうファシストの手から守ったでそれはどうやって守られたのかというとアトミックボム原爆のおかげだっていうふうなことで。 原爆大部分になったんだよ。1945年のアメリカでは。で、アトミックカクテルというのが作られて、戦争を終わらせてくれた原子爆弾に感謝、アトミックカクテルというのをみんなで飲んで、アトミックダンスというのが流行って、で、その結果、膨大な数の軍人がアメリカに帰ってきて、で、やっと待たせていた、故郷で待たせていた、こう、恋人と結婚して、で、子供がいっぱいできた。それがアトミックベビーと呼ばれてる世代。 アメリカには今そのアトミックベビーと言われている世代の人たちがいっぱいまだいるんだよね。だからそういう人たちにとっては、原爆って日本人の僕らからしたら、なんでって思うんだけども、平和の象徴であって、正義の象徴でもあって、何よりも自分たちがこの世の中に生まれてきた根拠の一つでもある。アメリカの歴史の肯定的な面、いわゆる その良い戦争っていうさ、スターズ・ターケルが書いたものすごい分厚いドキュメンタリーの本があるんだけども、良い戦争って本があって、これが第二次大戦の時の あの、ナチスドイツとか日本人と戦ったアメリカ人の前線の兵隊とかさ、当時軍隊に勤めた人とか、あと15でアメリカを支えた、あの、ま、戦争を終わるのを待ってたお母さんとかさ、娘たちの膨大なインタビュー集なんだけど、それをスターズ・ターケルがピュリッツァー賞を受賞した作品なんだけども、あの、ノンフィクションとしてまとめるときに、良い戦争、グッド・ウォーってタイトルをつけた。それはなんでかっていうとさ、アメリカ人にとって結局、良い戦争と言えるのは第二次大戦だけだったっていう考えなんだよね。 その前の第一次大戦っていうのは結局その後でヨーロッパを荒廃させてナチドイツを生んでしまった。で、そのもう一つ前になってくる、なんだろう、あの南北戦争っていうのはアメリカにとって国を二つに分ける戦いでやっぱり悲劇だったという印象がどっかにあるんだよ。まあ独立戦争は別なんだけどさ、あの、だからアメリカ人にとってグ良い戦争、グッドワーっていうのはいわゆる第二次大戦を示す。それぐらいベトナム戦争とかその他の戦争に関してアメリカ人はいつもいつも なんか後ろめたいものを感じてるしその僕ら子供の頃に見てたさそのインディアンから、えー、白人がアメリカという土地を譲り受けたもしくは奪い取ってアメリカを建国してきたっていうのももう当然のことだからもうそんなことは花から知ってるアメリカ人なんか一人もいないわけだよね。なのでグッド・ウォーを、えー、最後完全、えー、と勝利に導いたいわゆるもうドラゴンボールでいうと元気玉みたいなもんだよな。 そういうふうなものの象徴として原爆がある。だから、エノラゲイという B29 というあの爆撃なんだけど、広島に爆弾を落とした B29 という爆撃も、それもきれいに保存してスミソニアンに飾って、で、同時にアポロ11号で月に行ったニール・アームストロング船長と同じように、アメリカの歴史を作った偉大な人物として称えようとしてたら、さっきも言ったように日系人大反対で、結局、 その大反対騒動がある。でも逆にアメリカのやっぱ一部の層はエノラゲイをやっぱそれはちゃんと展示すべきだアメリカの誇らしい歴史だというふうに言うんでもうどうしたらいいのかわかんなくなって結果的にあのスミソンには別館作ることで話が落ちたんだよ。でスミソンには本館には置かないんだけども別館っていうところを車で1時間ぐらいのところのダレス空港というところに近くに置いてさ で、そこで、えー、エノラゲイ B29 をものすごい綺麗な状態にしておいて、そこで展示してる。で、その周りには、これは僕行けなかったからよくわかんないんだけども、別にですね、アメリカの戦争を終わらせたみたいな記念碑みたいなものも立てないというふうなことで、まあね、あの、日系人の顔も立てて、アメリカの在国軍人の顔も立ててっていうふうな形になったらしい。でね、そのやっぱ、エノラゲイね、俺すごく見たかったんだよね。あの、 だろうなまあ日本人として複雑なものもあるんだけどもやっぱあの磨き上げた航空ジュラルミン飛行機用のジュラルミン金属で作られた塊として B29 っていうのはさ「悪魔的な美しさがあるんだよね。蛍の墓」っていうさ高畑さんのアニメでも最初の方の東京大空襲のところで。 銀色に輝く B29 が爆弾を落とすシーンっていうのはやっぱ悪魔のような美しさとして書かれていて本物感っていうのかな、マガマガしさっていうのはやっぱ現物見ないとわかんないところがあってあの DC-3 とかさコンステレーションとかいわゆるアメリカの黄金機のプロペラジェット初期の旅客機もジュラルミン、航空ジュラルミンで作られてさすごく良くてそこはスミソニアにやったら見れるんだけどもさあの別館にあるエドラゲン見たかったな見たかったな